なんと強力に成長したものよ。満足だ。久しく満足なる戦いだった。波紋の戦士よ。そして危なかった。もし俺のモードがお前の波紋レンズを吹き飛ばせる風でなかったなら、貴様のレンズからの日光をどうやって防いでいたかわからぬ。そしてもし風のモードを利用しないカーズ様が先にここでお前と出会い戦っていたのなら、負けるはずはないにせよ、私以上の苦戦とダメージを強いられていたであろう。無駄だ。貴様はもはや立ち上がれるような肉体ではない。モード上綱嵐はお前の筋肉や血管をズタズタにしてしまった。やめろ、勝負はついた。もはや微量の波紋さえ練れておらぬ。見ろ、それほどの多量の出血。つまりもうお前は助からない。やめろ。さらばだ。お前の命は今終わった。何？解毒剤入りのピアスを、なぜ貴様が。死ぬのは怖くねえぜ。だが俺は誇り高きゼペリ家の男だ。その血統を受け継いでいる。こんなこと人間でねえ貴様なんかに喋ってもわからねえだろうかな。父さんはこの俺を息子と知らなくても自分の命を犠牲にして救ってくれた。じいさんもジョジョの祖父ジョナさんのために波紋の力を与えて死んでいったというぜ。だから俺だってなんかしなくちゃな。かっこ悪くてあの世に行けねえぜ。俺が最後に見せるのは代々受け継いだ未来に託すゼペリ魂だ。人間の魂だ。ジョジョ、俺の最後の波紋だぜ。受け取ってくれ。シーザーの声だ。聞こえたか、シーザーだ。聞こえたわ。まさかシーザーが。シーザー。奴の血で作ったシャボン玉か。割れないところを見ると最後の波紋を絞り切ったよ。